おはようございます。今私が来ているところは神奈川県の宮ヶ瀬湖というところになります。さあ、記念すべき第1回目竹千代 D のお時間でございます。竹千代 D というのはですね、各峠に行って走って、そして観光するというコンセプトでやっていきたいと思います。で、まず第1話、宮ヶ瀬浦谷別矢別峠を走っていきたいと思います。楽しみですね。さあ行きましょうか。もうね、シルクさん目の前に止まっておられますから、さあ行きますよ。後方確認、前方確認、左右斜め全部よーし。まあいいやこれは。さあ、そして私が今いるところが宮ヶ瀬のふれあいの館っていうところにあります。で、こっからしばらく宮ヶ瀬ダム周辺を走りますと浦谷別に抜ける道があるんですよ。さあ、唐沢キャンプ場、通行止め、うわー、嘘、ちょっとごめんなさい。 これがですね、浦谷別の入り口、宮ヶ瀬北原っていう交差点でしょうかね。こっからなんですけど、うわー、マジで竹千代 D。 皆さん見てください、矢別峠行けませんって書いてありますよ。この先通り抜けできませんということで注意書きがありました。うわー、のっけから竹千代 D。いやー、まあいいや、とりあえずね、浦谷別どこまで行けるか行きましょう。通行止めはどこでしているのかっていうのをご覧ください。うおー、さあ途中まで行くぞー。おお、気持ちいい。いやー、もうなんか夏ね、いますけどね、北斗の剣の C みたいですね。おかったー、なんと北斗剣、さあなんと北斗剣でトンネルに入ってきた。おっと、トンネルの先に見えてくるのが大きな橋だ。お、橋の左前方方向、私の大墓の、まあ、イニシャル D といえば高橋圭介が有名でございますが、高橋圭介がアナゴさんだったら、ふぅ、ちょっと本気で走ると誰もついてくねえく。おい、浦谷別ローリング走行禁止って書いてある。やっと来たな。ん、うちのチームじゃないな。 OET く、 MR2 く、86だとい、ふざけるない、86ごときがこの86ごときがこの FK がちぎれないだとい、悪い夢でも見ているよって。上等じゃねえか、コーナー2個も抜けるや、バックミラーから消してやるぜ。うかかばっかーつってバカ、この先のカーブを分かっているのかい。緩いカーブの後はきついコーナーだぞ、突っ込みすぎて言わんこちゃねえ。完成ドリフト、いおー、狭っ。これは、おお、対向車なし。おお、すごい狭い。うひゃー、とりあえずね、行けるところまで行きますよ。おお、しかもね、すっごいカーブ。おお、左ってすぐ右か、カーブミラー、よし。うおおっと、うわー、これ対向車来たら終わるな。浦谷別ってかすごいな。うおー、行けて、ここだ。
ビス峠行けませんって何個も書いてある。ということはね、対向車多分来ないな。立ち上がりもいいぞ。うお、すげえ、やばい、言葉が本当に出ない。工事中、うわー、見てこの落ち葉にね踏んだら怖いな。うわー、すごい、うお、電柱が対向車も来てない。よし、おっと車がいる。うおー、あ、唐沢キャンプ場っていうことはここら辺かな。うおー、山が綺麗だな。あ、竹千代一律家が山の上にある。すごい綺麗だな。うおー、すげえ、狭い狭いけど面白い。おお、いいね。うおー、気持ちいい。あ、ここから少し広くなるのかな。左カーブ、ほな、よし。うおー、いやー、すっげえ面白い。うわー、なんかカラカラ音してるの、大丈夫かな。なんか変な音してるけど違うか、ペットボトルのキャンプかな。県道75線っていうんだね。おお、曲がれ曲がれ。うお、これは超きつい。わーっと、ここで無事に終わりうわー、ここはいけないのか。じゃあここで一回止めて写真撮ろう。はい、トゥキチユディ、敗北のお知らせでございます。やっぱりね、行けなかった。で、聞いたら矢別峠凍結とかじゃなくて、おそらく工事でまだ通行ができないみたいですね。なんかできると思ったんだけどな。まあいいや、とりあえず引き返さなきゃいけませんので、とりあえず引き返します。とりあえず宮ヶ瀬戻ろう。さあ、そしてでは往復の袋という感じに行きましょうかね。本当だったら後編でこういうのを解説というかね、いろいろとお話ししていきたいなとは思っていたんですけど、ゆっくり行きましょう。さあ、ここが、まあ、いわゆる浦屋別というところで、県道75線となります。で、県道75線はですね、まあ、裏もあれば表もあるということで、神奈川県の宮ヶ瀬付近からさらに伊勢原市というところまで抜ける道となっておりまして、ずっとこのような狭い道が続くんですよ。で、表矢別の方行きますと、レストハウスがあったり、さらに菜の花台展望台っていうのかな、すごくね、秦野市が一望できる素敵なスポットがあるんですよ。あそこは結構人がいらっしゃいますからね。まあ、そういうところもね、行ってみようかなとは思っていたんですけども、なかなかうまくいくもんじゃありませんよね。とはいえ、お前竹千代を最初から事前に調べていけよなんてね、突っ込まれてしまうかもしれませんよね。すいません、ほとんどね、行き当たりばったりで思いつきで行っちゃうもんですから、こういう場面に遭遇することが結構あったりとかするんですよ。さあ、そしてこの浦屋別なんですけども、ご覧ください、道がもうめちゃくちゃ狭いじゃありませんか。これほとんど片側一車線というか、両側でもう一車線、片側一車線みたいな感じになっておりまして、これは対向車のすり抜けは非常に難しいなっていうイメージです。まあ、このようにこう狭い道になっちゃうと、もうね、できないんですよね、この対向車のすり抜けってやつですかね。で、時たま対比線みたいなくぼみがありますので、こういうところですね、ここで車を避けたりとかするっていうのが多そうですね。さらに左手は崖がすごいな。でもね、景色はね、最高に綺麗で、しかも空気もとっても綺麗なんですよ。というのも、右手にですね、中津川という川が流れておりまして、
これ宮ヶ瀬湖まで続く川が流れてるんですよ。で、渓流にあたるところでございますから、もしかしたら釣りをしてらっしゃる方もいらっしゃるのかもしれませんね。いいですね。さあ、そしてゆっくり行きますと少し道が広くなります。ちょっとね、道が広くなったらこう安心する、なんか面白い人間の感覚だななんて思いますけども、この先また幅が狭くなります。ここなんですよ、この杉の木が来たら一気に狭くなりますので、この辺はねめちゃくちゃゆっくり、そしてねフォグランプもつけていった方がいいんじゃないかな。これ昼間でもヘッドライトは最低でもつけといた方がいいのかもしれませんね。ある意味ね、なんかハイビームにしといてもいいのかもしれませんよ。そしたら対向車から来る車の目印にもなりますので、ん、車が来たな、ゆうべ竹千代だ逃げるい、なんつってね、避けてくれるかもしれませんよ。ただきっとね、皆さん知ってるんでしょうね、通行止めだから。だから誰一人車が通ることもございませんし、後ろのバックミラーを見てもまずまず車もいません。もし車が来るとしたら、おそらくダンプカーとか工事車両になるのかなっていう、そういうイメージでございますね。さあ、そしてこの狭い狭い矢櫃峠なんですけども、関東の峠の中で埼玉県の小丸峠、そしてここの裏矢櫃、表矢櫃、さらに箱根の長尾峠というね、すっごい狭い道があるんですよ。私個人的主観で関東三大超狭い峠みたいな感じです。見てください、ここすごい狭いですよね。やばいよ、油断してたら本当にうはーっていう感じがいたしますね。さあ、でも所要時間が、あそこの交通通行止めか、あそこまで多分ね10分15分で行けたと思うんですよね。だから本当に宮ヶ瀬から来ると本当に手前で、ああもう通行止めなんだみたいな感じですよね。だから逆に表の矢櫃の方からずっと行ったらどれぐらいかかるのかな、ちょっと行ってみようかな、大回りしますけど行ってみますか、せっかくだしね。さあ、そしてこの辺りなんですが、車がちらほら止まってるじゃないですか。ここ大門橋っていうらしいんですよ。ここから見る、あー、ダムっていうか、でもダムなのかな、すごい綺麗だ。多分写真スポットにもなってんじゃないかななんて思いますけど、写真撮りゃよかったかな、まあいいや。さあ、このね赤い鉄橋なんていう橋なんだろう、これちょっと止まります。これ蒲田川橋っていうのかな。ここには誰もいませんね、まあ、あんまり映えないからかな、吹き風トンネルっていうのかな、何かが吹いてくるのかな。さあ、トンネルといえばマフラー音、なんてね。ここの峠を走った記念としてステッカーが売ってる場所があるんですよ。で、この辺りは宮ヶ瀬っていうステッカーが確かね売ってたような気がするんですよ。そこの売ってるお店をこれから行きますので、さあ、まずねここの相模湖津久井方面左折いたします。この宮ヶ瀬北原っていう交差点が、まあ、さあこっから県道64号線となっております。皆さん、これが神奈川県なんですよ。神奈川県といえば多分ね、横浜とか都会のイメージをされる方がもしかしたら多いのかもしれませんが、ちょっと外れますとこのように山肌、そして湖といった自然豊かな場所にも出てこれることができますので、遠くから関東に遊びに来られた際はぜひぜひ神奈川県にも遊びに来てください、なんというなんか神奈川県の回し物みたいな感じになってますけども、いや本当にね綺麗なんですよ。横浜とかあの辺のみなとみらいですかね、あそこもすごくいいスポットだとは思うんですが、いかんせん人が多いんですよ。人が多いのが苦手だっていう人はこういった宮ヶ瀬、箱根、伊勢原、秦野、ちょっと神奈川県の西部になってしまうんですけども、そこまで来るといいと思います。さあ、ここなんですよ。この右手の駐車場がありまして、ここ入れるのかな、なんか、あ、終日本日無料です、やったー。ここね、平日になると無料開放してくれるいいところなんですよ。あら、最近駐車が下手くそになっちゃったな、おかしいな。よっこいしょ、竹千代 D。 はい、じゃあ行きましょう。もう早速ね、手打ちそばなんていうね、
古い建物がいっぱい並んでおりまして、あ、やってないか、ほとんどやっていません。で、雰囲気がとってもいいんですよね。なんか昭和の初めぐらいの建物がたくさん軒並み並んでいて、このプロパンガスもすごく、ま、映えるなっていう感じがしますけど、あ、一方通行、なんかここ面白い通りに出ましたよ。宮ヶ瀬ダムってここに書いてありますよね。宮ヶ瀬湖じゃないのかな、でも宮ヶ瀬湖周辺マップなんて書いてありますけど、今現在こちらにいらっしゃいますね。で、ここから湖を見たり、宮ヶ瀬ダムという形になっていきますよ。へえ、綺麗だね。宮ヶ瀬水の里大噴水、水の妖精、虹の妖精なんて書いてありますけども、文字をずっと読んでいくとすぐ飽きてしまうという性質の生き物でございますから、私もこれ読むのやめましょう。このね、掘ったて小屋あるじゃないですか、すっごいいいなって思うんですよ。あ、なん か金がある。金なんだろうこれ、幸福の金って書いてありますよ。これが金らしいですね。じゃあ金つきますかね。私の幸福、そして視聴者様の皆様の幸福、さらに被災してしまった人たちの幸福を願い、カンカンカンと3回鳴らしました。いや、これいいことしたな。なんかね、一日一善なんていう言葉があるじゃないですか、あれにぴったり。宮ヶ瀬ミーヤ館っていうのは9時半から午後5時でもやってないですね。ミーヤ館ってなんだろうな。まあいっか、お食事屋さんなんだ。おお、やっぱり来たらやっぱそばなのかな。ラーメンもいいよな、825円安いな。あ、川魚の塩焼きってめちゃくちゃ美味しそうですね。イワナですね。皆さん、あのイワナとアユだったらどっちを好んで食べますかね。おお、これすごいな。これなんだろう、この中に黒猫がいますよ。ようこそ宮ヶ瀬寺元祖恵み山亭って書いてあるじゃないですか。多分恵み山亭さんだと思うんですけど、ここに宮ヶ瀬のねステッカーがあるはずなんですよ。ただね、ここで宮ヶ瀬のステッカーを入手することができませんでした。さて、どうしたものか。大丈夫です、もう一箇所ありますので。道の駅、確か清川っていうところがありまして、そこにも宮ヶ瀬のステッカーが売っているという情報がありましたので、これから皆さん一緒に向かっていきましょう。タケチオディ、はい、ということで、後方確認、前方確認、左右斜め全部、左右全部、あ、いや、もういい、よーし。さあ、じゃあこれからですね、道の駅清川を目指しましょう。まあ、ちょうどいいですね、宮ヶ瀬ドライブみたいな感じにもなりますので、ちょっと宮ヶ瀬の方をゆっくり堪能しながら行きたいと思います。水と緑のふるさと、宮ヶ瀬ようこそでございます。で、先ほど浦谷別はここですよっていう交差点、宮ヶ瀬北原という交差点なんですが、今度はね、まっすぐ直進していきますよ。そうしますと山彦大橋っていうすごく綺麗な大橋がございますので、ここの景色がめちゃくちゃ圧巻なんですよ。さあ、ここですね、これ右に曲がりますと県道75線浦谷別に向かいます。ただ残念ながら凍結工事とかじゃなくて、あ、ごめんなさい、凍結とかじゃなくて普通のなんか工事で通行止めだったんですよね。宮ヶ瀬のこの周回ドライブもね、結構面白いんじゃないかな。さあ、右カーブの先にこちらですね、これが山彦大橋と言われている橋でございます。さあ、ご覧ください、正面のね、この山肌がとっても私的にはいいなって思うんですよ。で、左右見ますと宮ヶ瀬ダム湖が非常に美しく映っております。さあ、そしてね、突き当たりになりますので、ここを右折いたします。山彦大橋の交差点、よし、曲がった、オッケー、誰もいない、引っ張るぞ。さあ、大きな橋が、あー、結構いいね。道の駅清川なんですけど、もうここをずっと道なりに行きますと、おそらく左手にあるんじゃないかな、まあ、右手だったら爆笑してください。さらにグッドボタンお願いいたします。で、宮ヶ瀬周辺はこのような大きな陸橋というか鉄橋が
すごく多いなっていう感じがいたします。この鉄橋を渡ると左カーブになります。いいね。ここがですね、県道64号線。あ、また鉄橋だよ。いっぱいあるな。で、右前方方向ですとか右手の方になるんですが、神奈川県で有名な大山っていう大きなお山もございまして、そこを登山したりとかすることもできるんですよね。で、ケーブルカーもありまして、で、登っていきますと炙り神社っていう有名な神社もあるそうなんですよ。これが江戸時代から続く大山参りと言われているそうですよ。そのね、大山参りも結構江戸時代になんかね、すごくバズったらしいんですよね。そこから有名になったって言われているんですけど、誰が発端になったんだろうね。すごいですよね。だから江戸の YouTuber たるものがもしいたとしたら、その人今頃100万人突破なんかしてるんじゃないかななんて思いますよ。で、この辺りが村役場らしいんですよ。まあ、確かになんかちょっと開けて役場らしい役場だな。まあ、どちらかというと、なんだろう、村っていうよりか、何でしたっけ、農村？まあ同じか。そんな感じですね。さあ、そしてこの辺りが道の駅清川っていうところなんですけど、ここか。これを左に曲がればいいのか。これで、ここに入っちゃっていいのかな？ここに入っちゃう。ここいいのかな？まあいいか。で、ちょっとね、映えるところに止めたいな。あ、いい感じで止められるじゃないですか、ここ。竹地 OD、 ちょっと行ってきますよ。道の駅清川というところなんですよ。で、そんなに大きくない道の駅っぽいなんですよね。どでかい看板がね、このように見えておりまして、神奈川県愛好郡って書いてありますよ。これ愛好郡っていう郡部なんですね。周辺海域のご案内ということで、現在地はこちらになります。で、本当だったらここの下の方、ここが裏矢別になるんですけども、ずっと下っていって矢別峠の方に行きたかったんですが、残念ながら行くことができませんでした。しかしですね、この下、現在地からさらに下の方、厚木市を出まして、で、この辺りが国道246なんですけど、ぐるーっと周回して矢別峠にね、行けることもできるんですよね。行っちゃおうか。あ、大丈夫ですよ。うんこはもうしてきました。今日2回しました。本当にちっちゃいな。ここの大きなホタテ小屋だけですよ。ででん、買いましたよ。この宮ヶ瀬ステッカー売っておりました。よかった。最初ね、めちゃくちゃ探しちゃったんですよ。ずっと私1回探しちゃったんですけども、この2階にお食事どころコーナーがあるんですけど、さらに販売コーナーっていうね、民芸品とかいろんなものが売っているんですけど、そこにポコンと売っております。さらにお値段の方が352円となっておりまして、全部でね、4種類ありましたね。この白いやつと、あと透明のやつとか、あと白と黒の2色のステッカーも売ってたりとかしておりましたよ。いいところですよね。で、店内の方はさすがに撮ることはできなかったんですけど、いろんなものがね、売ってましたね。1階の方はやっぱり食べ物がすごく多くて、あとビールとかカレーとかもたくさん売っていたんですよね。非常にそそるなっていう感じがいたしました。なので、もし宮ヶ瀬の方に来ましたら、この道の駅清川も素晴らしいところでございますので、ぜひお立ち寄ってみてはいかがでしょうかね。観光案内の竹地 OD です。どうしようかなってめちゃくちゃ悩んだんですけど、行きます、矢別峠行きます。なので、次の動画は後編として矢別峠をお届けいたしますので、ぜひお楽しみください。それでは、ご視聴ありがとうございました。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。